戦の藤井は得点圏にランナーを置いた場面では6回打席いたしました。6打数ノーヒット、アベレージは令和2年0人という得点圏打率、打点が1つ上げています。右中間を破っていった、勝ち越しだになります。足の速い藤井は三塁に向かう、中継プレーヤー三塁には返せない、右中間突破のタイムリースリーベース、藤井がピッグを破りました。糸を引くようなライナーが前進守備の右中間を破っていく形、大永ホームイン、勝ち越しました。この勝負どう見ますか。やはりあの2ボールというね、はい、カウントになった時点で、星がちょっと狙いに行きましたね、上手かったですからね、まあ、だけどそこをやっぱり見逃さずにね、一発で仕留めたというね。延長10回勝ち越しのタイムリースリーベースヒット、藤井選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。プロ12年目、ベテラン藤井健在ですね。まあ、ベテランの意識はないので、若々しさを出してまた頑張ります。